やけぶにん、やくんてと申しますぞ。今回も前回に引き続き、各地域の図鑑ナンバー100ヤーチでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツは、リリリ玉、ドリューズ、オドリドリ、ドクロッグ、アマージョ、そしてラプラスですな。では、試合までカット以外、ありえない。対戦相手が見つかりましたな。コウメシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、ガガイヘイラッシャー、カイリュー、リクラゲ、アーマーガー、そして、メルガン。さてですな、ガオガインがいろいろと捨て台詞吐いてうんたらかんたらだと思いますので、交代読みは簡単に決まらないというか、下がった火力ですることになりますな。ヤープラスの仕事はそんなにない。あのガオガインが厄介ですので、炎の通りが良すぎるんですよな、今回。ですので、とりあえずヤリューズで血まなこで自信を打つというのもありっちゃありですが、初手ヤドリドリ、ヤマージョ、もう一体。この二体でラッシャーの突破はちょっとテラスタル込みだと困難ですので、ヤープラスいきますかな。これで、いきましょう。では、コウメシ対戦よろしくお願いしますぞ。相手の処置はどこですかな？ガオガイン。まあそこを想定しての、こちらはお眠ないアドリドリ。威嚇は入りませんな。まあ入りませんなって別に。入りはするんですが、意味はありませんぞ。暴風は別に通ってるので、普通に暴風でいいですな。おやー？何やってるんですかな？当てないと。通るも通らないもないんですな。しっかり叩き落とされておりますぞ。そして命が危ない。命が危ないじゃないんですな。気を取り直して、暴風ズドン半分。さあ、畑の威力が下がったとはいえ、もともと入りすぎですので、楕円にこんな感じで削られてては、お話にならないんですな。ヤマージョが、とどめを刺すしかないですな。で、お相手としては、別に飛行とかはおりますが、飛び膝で。ゴーストいないのはありがたい。さあ、普通に引っ込める。さあ、誰が受け出しですかな？アーマーガー。アーマーガーに対しては一番いい。ボツ目だとしてもトリプルアクセルより、普通に威力もありますし、接触も一回、飛び火だけで。はーい。やってるんですかね？これ、いけませんな。これは、受け出していくしかないや、プラス。ラストが誰だといいんですかな、これは。なぜアーマーガーの体力は満タンなのか。このターン、羽休めに対しての無償降臨ができないのか。なぜなんですかな。相手はトンボ返り。まあ、そうですよな。普通に草タイプには抜群ですので。楕円が畑に来ますかな、これは。ですよな。相手としては適当に畑振り回していればいい対面になりましたので。雷打つこともないんですよな。ハイドポンプで。おっと、テラスタル。アクテラで試合を決めに来ましたかな？ドン。虫だった。トンボ返りの威力を上げるタイプのガオガエンというやつですかな。吸血。ほう。それは、想定してませんが、想定する必要がないですな。目に物見せてやりましょう。必殺！ハイドロパン！スタバート？撃破ヤーリン。さあ、テラスは無駄に切らせた感がありますな。問題はラス1。ここから海竜に神速無償降臨、海竜鉢巻きでしたが、割と勝ち筋、細い勝ち筋ではありますが、アーマーガーから来てくれるのは悪くないのでは？ボディップなら落とせるやといった具合かもしれませんな。おっと、やってるんですかな？またこいつも外してしまいましたね。壁！これはここからどうなるものか。かといって引いてもなんですが、引かないとお話になりませんな。山城に交代がありえん。リフレクターは貼るんですかな。まあ別にリフレクターはないでしょう。鉄壁詰めばいいのか。なんですが、挑発。これはボーナス行動。ということは、ラストは何をするんですかな。この立ち回りで完全にこだわりバレもいいとこですが。アマージュが補助技をすごく打ちたかった可能性も一応残ってはいますな。
お相手のお次の行動はトンボ返り、うん、さて光の壁でただフリータイムを作っただけ感ありますが、ラストが海流ならば4倍弱。へいらっしゃお主か。これはフリドラで壁越しにどれぐらい入るのか。いや雷ですな、ここは。さあ雷ズドン。まあ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 、はい、ボリプルス痛すぎますな。そしてウィップでこだわらなくてはならない。アーマーガーガラスト、これは試合が終わったかに見えますが、こやつにはまだ飛び膝があるんですな。ズドン、急所やる気はあるんですが届いてはいない。そして眠られては急所の意味がない。あとはカゴの実で目を覚ましてラムの実だった。まあ何の実でもいいんですが、アクニは取れないんですよな。相手のアマージュに一体どんな技があるのか知りませんが、こやつを突破しないとそこまで到達しませんぞ。相手スネムリ、あバンバン顔に当てていきますぞ。撃退ガーリン、さあなんとか押し切りましたな。でお相手のアーマーガーがボディプを持っていると仮定しまして、アイアンヘッドだとアイアンヘッドだと裏目ですが、これはテラスタルしながら殴りますかな。あ恩返しか。うわでかいね、でかいじゃん、でかいよこの心臓、大きすぎるよ。あいきなり裏声出すのやめていただきたいと言われそう。飛び刺します、飛び下げで打ちますね。確認を取れないのはもう無理では。相手跳ね休め、上から跳ね休めならまだ良かったんですが、下からの跳ね休めは突破方法がありませんな。そして最後は華麗に外していきますな。何やってるんですかな最後まで。まあ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 、ゴツ目にやられるくらいなら自ら死を選ぶということですかな。というわけで小梅対戦関係がありえない。何がいけなかったんですかな。対戦相手が見つかりましたな。紳士対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは、キューコン、カイリュウ、ガチグマ、バシャーモ、ブリジュラス、ウィンディ。さて、今回ネガティブ、ウィンディを止める術が、止める術がですな。いやー、グラックの地面テラスタルに全てをかけるか。ちょっと微妙ですな。山、アジョ、テラスタル。バシャーモも止めづらい。いろいろと、この並び問題では？問題ではと言っても仕方ないので、仕方ないので、ヤグロック、ヤリューズに一人だと、初手で出し負けたときにいろいろ壊滅しますので、これは誰を出すべきなんですかな。ヤグロックいきましょう。では、紳士対戦よろしくお願いしますぞ。初手球根オーロラベールだとこちらとしてはうまいのですが、最強の怪獣。まあ怪獣相手も丸助を無視できるこやつとしては悪い対面ではない。相手の出方を伺うか、それとも積極的に。いやまあここは普通に岩なだれでいいですな。上から通る、おう。そして凄まじいダメージ。相手の振り方は一体どうなってるんですかな。相手も自信、鉢巻き怪獣の火力ですな、これは。ですので、ヤマージを出せば一旦引かせることはできますな、半減ですので。問題は交代先が誰なのか。ガチクマが出てくることはさすがにない。と言いつつ、ここは格闘が通るんで、飛び膝で。引いてこないんですな、激やり。さあ、とりあえず一気交換。まあ、交換はしてませんが。相手はヤマージを見て誰を出すのか。膝を見て誰を出すのか。ウィンディ。これはもうテラス切るべきですな。このウィンディはめちゃくちゃ辛いので。いきますぞ。はい。ええ。あ、恩返しか。うお、でかい、でかいじゃん、でかいよ、この心臓、大きすぎるよ。いきなり、ラグを出すのやめていただきたいと言われそう。フレア耐えます。ここ、フレアドライブ耐えますね。勾配なら何のその。では、お返し、必殺、飛び下げに、ズドン。一撃がやり、
素晴らしい火力ですな。さあラス1は誰ですかな。バシャーモなら膝も見たしもう出てきてるはずなんですが、ラストが9コンは正直予想外。まあこやつがテラスで良かったのか悪かったのかはここから分かることですな。こだわってるんで飛び材が選べない。まあベールは張ってくると思ったんですが、ギリギリ耐えてくれましたな。ズドン、素晴らしい負担ですな。あとはヤグロックに任せましたぞ。氷の粒手、おっと任せることもありませんでしたな。起点の威厳で勝利をつかみましたな。ズドン、撃破がありえない。やりましたな。では紳士対戦感謝がありえない。最後まで場に立っておりましたぞ。ここまでご視聴感謝がありえない。というわけでアマージャの紹介をしますな。アマージャですな。テラスタイプはフェアリー。まあこいつは海流の対策枠ということで、まあ他の役割ももちろんありますが、テラスフェアリーにしておりますぞ。持ち物はこだわりのハチマキ。で技構成はトイピッチパワーウィップ。でノーマルテラスに打つ飛び下げり、普通の海流に打つトリプルアクセル、そしてタイプ1ではなくテラス1のジャリスクとなっておりますな。まあ大体のドラゴンに対応できるのではないですかな。 PP が揃ってるのは美しいですぞ。で努力値はもちろん HA、 女王の威厳で神速を打たせませんな。まあその他先制技も防いでくれて大変ありがたいですぞ。でレベル50でのステータスはこういう感じとなっておりますな。まあまあまあ普通に平均的なヤケモンぐらいのね性能はありそうなものですが、こやつの問題はやはり草単タイプということではないですかな。ですがこやつは多幸の証がついておりますぞ。そしてフラットタウンで無理やり捕まえましたな。というわけでここまでご視聴感謝がありえない。